展示が完成してる。いいね。うん、博士のものを運んできた甲斐があった。ナック誕生の話だ。何年もの研究を経てバーガス博士はレリックの謎を解き明かし、生き物を作り出すことに成功した。本当にすごいや。俺もこのデザインには満足している。で、僕のコーナーは博士の助手？それだけ？とても優秀な助手だ。名前ぐらい書いてくれたっていいのに。僕がいなかったら博士は。聞こえるか？ハイゴブリンたちだ。行こう。そうか、町の侵略は陽動だったか。ハイゴブリンの頭がいいね。ナックとの前の冒険を思い出すよ。博士が見たら興奮するだろうな。襲わせたのもあいつ？何を探しているのかな。もちろんここにある何かだが、何だろう。クリマリス、ルキス、レリック。何だろう。エヴァが話してたタイタンのうちの一体だ。正確にはその頭だけど。すごいや、マリウスはこんなもの倒したんだ。全部で10体しか作れなかったらしい。ラッキーだったね。エヴァが言ってたろ、タイタンにはまるで歯が立たなかったって。それでマリウスはコントロールセンターを攻めた。覚えてるよ。
れたかな。大丈夫、彼女は強いから。厳重に閉まってる。大きくなってこじ開けよう。博物館だし、探したらレリックだっていっぱいあるんじゃないか。準備完了、シグナルを送れ。誰に向かって口を切ったの。お許しください。どうかシグナルをお送りください。今送っている。評議会はなんであんな奴を。さてと、一体これは何かな。これがハイゴブリンたちの探してたもの。素晴らしい。どこかで見たような。いや、気のせいだな。そんなことあるわけない。最初から疑ってたよ。ハイゴブリンがこれらの出来事に関わってるんじゃないかと。早く言ってくださいよ。伝えてなかったかな。エヴァにいいところを見せたいのはわかるが、真剣に取り組まねば。ちゃんと真剣にやってます。ハイゴブリンを探すのは難しいです。戦争の後、マリウスは彼らの町を破壊しました。あるのは瓦礫だけです。ちょっと見てくれ。ユーリックのラボで見た地図には他にもマークがあった。それがコントロールセンターだって。その通りと言いたいとこだが、以前行った時は何もなかった。廃墟さえもね。でも調べる価値はあるね。ああ、もちろん。そのキューブだな。ルーカス、ハイゴブリンはそいつについて何か知ってるに違いない。私のラボで詳しく。博士、ハイゴブリンはキューブを奪い返しに来ますよ。総員の施設なら。申し訳ないが、
私のラボの備品を使った方が。これさ、しばらく僕が預かることにするよ。博士のラボ、一緒に来る？文化的にも重要なこのキューブが切り刻まれるのなんて見たくない。切り刻んだりなどしない。